ますか。始めますか。よし。整う。うん。オッケー。皆様、こんにちは。サンミュージック名古屋所属の早川奈緒です。今日はですね、高校の友達のエリちゃん、TikTok でもたまに出てるんですけれども、コンビニで物を決めて、その物の中からお互い合わせて買えるのかみたいなやつを、今回やっていきたいと思います。今回はですね、おにぎり、ジュース、スイーツ、カップラーメン、あとなんだっけ、お菓子の5個をいかに何個揃えれるかというやつですね。エリタンとは何気どれぐらいだ付き合い。高校3年間クラスは一緒だったんですけれども、2年からかちゃんと、ね、うん、ずっと一緒にいるようになったのはだから 6、7年ぐらいの付き合いだのなのでどれだけ合うかですね。ちなみに予想は、まあ、どうやろうな、どれぐらいいけると思う。3つ以上は行きたい。行きたいね。ここではあるじゃあ目標は3つでやっていきたいと思います、うん、そしてまだ2ヶ月のマルプーのハリーくんです。この子は衝動買いで買ってしまいました。以後お見知りおきを。そしおろすと今キャンキャン言うので今抱っこしてます。ではやっていこう。バイバイエリカ。絶対ここは被ると思う。これも多分安定やと思う。これやと思う。この子は新チキンが好きやねんけど、もしかしたら私に合わせに来るから。辛いのが好きやけど、私はエリが私に合わせてくるか、私が合わせに行くか。変えたのかな。やっていきたいと思います。じゃあまず何から行こうか。合ってそうなんだよと思う。ジュース。ああ、合ってそうやない。まあ、うんじゃあジュースから行こう。ジュースから行こうか。よし、これめっちゃ楽しい。せーので行こうな。うん、せーの。まあ、あっちから当たるけどお互い合わせたな。そうやな、うん、お互い好きなやつ。そうね、私はゼロの方が好きで、エリさんはこっちの方が好きなんですよ。あ、まあでも合ってるっちゃ合ってるよな。お互い合わせすぎたな、うん、これはどうな。三角、三角かな。三角惜しいな。まあ、違うっちゃ違うけどな、うん、ちょっと保留やな。保留やな。保留。じゃあ次行きましょう。次行こう。どれ行く、どれ行く。私はね、お菓子は合ってると思う。私も合ってると思う、うん、これは合ってると思う。行こうか、うん、よし、これは合ってるよ。絶対合ってると思う。合ってる。行くよ、うん、せーの。やっぱり、まあ、これは合ってるよね、うん、まあまあ、これはもう1ポイントでしょ。そうね、これは余裕よ。よし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 。ここだけは余裕。これは余裕やったな。どこが難しかった。逆にどうやろうな。あとはスイーツ。スイーツはちょっと難しかったな。そうね、スイーツ難しかったね。スイーツいっとくじゃん。行こうか。これはあんま自信ない、うん、自信はない。せーの。すごくない。一緒。すごくない。これはすごい。すごいよね。合うんや。かみました、ちゃんと。なんか好きやって言ってたような気がして。好き好き好き。私見たとき1個やったでさ、うんうんうん、元から1個やったんか、買ったんか、どっちやろな。それマジでいろんなところで思った、うん、おにぎりとかもそう、うん、まさかのや。私のとき2個あったから、じゃあ私が先に選んだんやな。そうやな。揃った。え、てか今んとこすごない。もうまあほぼほぼ一緒よ。すごいいい調子だけど、こっからが危ないよ。ここからはどうなの、うん、どうだろう、いけるかな。どっちから行く。自信ない方から行く、それとも自信どっちかならあるみたいな方から行く。自信あるのはおにぎりの方がある。私も、うん、じゃあそうしよう。じゃあおにぎり行こう。OK。 いくよ、うん、せーの。はい。おー待って、すごいな。こんな揃う、すごい。こんな揃う、ね、これはエリが好きやったなっていうイメージがあって、あ、絶対これやろなみたいな。
イクラとマヨ。イクラ私好きやからね。けど、うん、なんかこれも合わせたし、自分の食べたいの言っていいかなと思って。ね、言いたい。ここまで揃うと思わんかった。びっくり。すげえ。3ついけたらいいなぐらいのつもりやったのに、うんうんうん、もう3つ揃ったで、ね、でもカップラーメンはね自信ないんだよな。ここはないな。ないな。え、ちなみに、うん、どっちに合わせに行った？私はナオに合わせた。あどうやろう。じゃあ違う気するな。私は合わせに行ったかも。あ、ほんま、うん、え、でもどっちもいけるかなみたいな。うん、私ゴリゴリ合わせに。あ、やばい。じゃあもうなんか何買ったか当てれるかも。ちなみに、うん、6文字。そうですね。あ、もう絶対そうや。私迷ったんやな、合わせてくるかなって。ここは合わせに行くとこかなと思いまして。しもったら絶対そうよな、うん、ここじゃ多分あっ、そうね、でないかな。え、もう先当てていい？ちなみに。うん、いいよ。カラカラウオ。その通り。その通りなんですよね。なんかマジでね、どっちやろなって考えて、やっぱりこれともう一個辛いのあって、うん、どっちかな、うん、ってなってこっち。ちょっと、ちなみに私美味しそうやけど。やろ。美味しそうって言いそうやなみたいな。美味しそうやけど。間違えた。カラカラウとめっちゃ迷ったよな。最近だってずっと担々麺食べとるから。そうね。辛い系来るかなって思っちゃったよね。結構さ、私セレクトが多いやん。うん。やから相手のここで。そう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 。惜しかった。惜しかった。私もそっちにすればよかった。だからそっちで袋大きかったやな。せやな。そういうことね。惜しい。でも結構揃ったくない？だいぶ揃ったよ。これは合格じゃない？合格だね。合格だよね、うん、まあ3つは確実に揃ってるし。そうね。すごい。結構いいあれなんじゃない？パチ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 。ハリタンすごくない？ここまで揃うと思わんかった、マジで。でも、うん、今回大成功じゃないですか、うん、初めてにしてはね。これちょっと楽しかったので、皆さんもぜひやってほしいし、私らもまたやりたいし、うん、違うのでやりたい。そう、またやろうぜひ、うん、ということで皆様こんな感じでございました。ありがとうございます。今からこれを食べようかな。今からちょっとあの食します。ということで皆様ありがとうございました。おにぎり。また高評価の方と TikTok とインスタのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ではまた月曜日に、また月曜日にお会いいたしましょう。エリタも手を出しちゃって、バイバーイ。ハリタもバイバイ。痛い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 。ちょっと待って、マジで痛い。バイ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 。ハリタお手手出して、最後に最後にお手手出して、尺長なるから。